よよよ、よっぴー TV 始まるよ。どうも、ヨッピー TV のヒロです。ミホチンです。今日は、はい、モルディブのギーランカウシで、うん、僕たちが、ハネムーンを過ごした、はい、その様子をお届けしたいと思います。はい、まず泊まった部屋が水上コテージということで、うん、はい、水上コテージね。そうそう、うん、最初着いて、うん、入り口のドアを開けたら、はい、もう奥に海が広がってるの。ボワッて、ね、不思議だよね。部屋に入って目の前に海っていう、海があってね。そうそうそう、そうそうそう。だからね、その逆に隣の部屋入れるんだよ。あ、なんていうの、その泳いで、泳いでなんていうの、隣のコテージ入ろうとも入れるっていう環境なんだけど、まあ誰もそんなことしないけどね。そんなことはしません。そうで、水上コテージは今日2階もあって、うんうんうん、2階からは空が綺麗に見えるの。はい、そうなんですね。見晴らしがいいの。うん、そうで、まあやっぱりモルディブっていうのはさ、うん、やっぱりみんなそうだと思うけど、うん、ゆっくり過ごすとこなんだよね。そうだね。あの、その慌ただしく何かをするんじゃなくて、うん、ゆっくり過ごすところだから、うん、もうほんと部屋でゆっくり本を読んだり、うん、そうだね。あともう備え付けのコーヒーマシンがあって、うん、美味しいんだよね。 そこでね、ゆっくりコーヒー飲みながら景色見たり、そうそう、ね、うん、ゆっくりコーヒー飲んで最高だね。最高だね。みほちんはウクレレを弾いたり、でその2階もあるから、うん、そのコーヒーを2階に持ってってゆっくり、うん、ね、そこでも本読んだり、うん、景色見たり、うん、ほんとゆっくりできたね。ただただひたすらとゆっくり過ごせましたね。はい、うん、でやっぱりね、その何日かいたから、うん、ずっと部屋に、ね、うん、いるわけでもなく、うんうん、目の前に海が広がってるわけじゃん。はい、やっぱね、一番おすすめシュノーケル。あ、シュノーケルね、うん、それが一番、うんうん、おすすめ。そうだね、うん、最初でもちょっと怖かったんだよね。そう、ミホチンは泳げないからそう、溺れようがないんだけどねモルティブって結局遠浅なとこなの。うん、だからどこまで行っても浅いの、うん、で、あるところのラインから深くなるんだけど、うん、それは見ればわかんの、色が変わるから海の色がなんかこう緑っぽい、うん、綺麗な青いうちは浅いのね、うん、だから全然溺れることなんか絶対ないんだけど、そこをシュノーケルするんだけど、はい、若干やっぱさ、なんて言うんだろう、満ち潮と引き潮があるからちょっと海の深さが違ったりするけど、引き潮の時は正直ちょっと浅すぎた俺は。ああ、うん、もう足首のほんのに膝までいかないよね。そうそう、膝まで、そうそう、膝までいかないから、うんうん、引き潮の時はちょっと泳ぎづらかったけど、うん、そうそう、だいぶ下がってから引き潮と満ち潮で、そうそう、でもシュノーケルは俺すごい楽しかった。あ、うん、やっぱこう泳いでて、うん、もう近くに魚とかもいるじゃん。そうだね。あとなんかマンタも泳いでたり、うん、マンタね。そう、でも俺ちょっとマンタは怖いから。マンタ怖かったね。マンタがいた時ちょっと引き上げた俺、うん、なんかちょっと、うん、あの部屋から見た時はテンション上がったんだけど、そうそう、 あそこにいるじゃんみたいな。実際ちょっと近くで見ると、そうそう、あ、やばいなって。シュノーケルやってて、うん、マンタがいた時ちょっと俺戻ってるって慌てて戻るよね。そうそう、戻るしたまにね、ちっちゃい魚の胸がね、わーって通るの。あれ地味に当たったら痛いじゃん絶対地味に怖いよね。 その時はもう後ろずさりしてこうやって手ついてでもシュノーケルは本当に海も綺麗だし、うん、魚も見れるし、うん、あのすごい楽しかった、うん、で、まあ、部屋と目の前の海だけじゃなくて、うん、シュノーケルはね、目の前の海だけじゃなくて、うん、結構遠くまで行って平気なの、うん、自分が怖くなければ。はい、うん、で、まあ部屋での過ごしがそんな感じで、はい、でこう島をね、ゆっくりこう見て歩くだけでも楽しいんですよ。そうだね、ゆっくりお散歩して、そうそうそう、うんうん、でこう歩いてたら意外となんか手作りのブランコがあったりして、うんうん、こんなのあるんだと思って、ね、うん、ちょっとやったけどね、ちょっと休憩でゆっくり乗ってみたいなね。そうそうそう、休憩したり、うん、たださ、天気が悪い日も当然あるわけじゃん。そうだね、うん、でやっぱさ、自然が豊かなところだから、うん、自然を直に感じるわけ、うん、天気悪い日、風が強くて、そうそうそう、もう
ちょっと怖さを感じてる。なんかね、音も全部なんていうのかな、ちょっと恐怖があったよね。なんかさ、ちょっと橋っぽいとこ通って部屋まで行くんだけど、そのなんていうの、横が海じゃん。横が海で、こうちょっとね、ざわついてんの、ね、よ。で風がバー来て、空がちょっと暗いでしょ。ちょっと怖かったよ、これ。怖かったね。地球怖いなって思ったもん、本当に。もう肌で感じるからね。そうだね。そうでも、まあそういう日だけでもないし、そういう日もあっていいじゃないですか。でこう散歩してて見つけたんだけど、図書館みたいなとこもあったよ、ちっちゃい。あったね。まあ、雰囲気良かったよね。雰囲気良かった。なんかいろんな国の本があるんだけど、日本の本も何冊かあった。そうだね。あとパソコンもあったりして、なんか検索できるんだね。そう、多分使っていいんだよね。あれは使わなかったけど使わなかったね、でそういう空間もちょっと楽しめたり、あとはそっからすぐそばにアイス屋さんがあったり、そうなの。やっぱ暑いからね、アイスが食べたくなるんだよ。そうなんですよね。いろんなアイスがあったけど、まあね、それを食べて、はい、ゆっくりブラブラ歩くっていうのもね、また楽しかった。そう、でモルティブの食事は2箇所なんていうのあって、浜辺で食べる日と、その水上レストランっていうか海上レストランっていうか、その水上コテージみたいな感じで水上の上にあるレストランで食べる時があって、だいたい朝食はほぼ浜辺だった気がする、うんね、確か、で夕飯は、あの浜辺で食べたり、会場で食べたりって、その日によって違った気がするな、確か。そうで朝食はね、一品まずなんかリストから選ぶ、メインみたいな、ね、そうそう、メインディッシュみたいです、であとはビュッフェなんだけど、そのあるそこにあるビュッフェの品が全部フレッシュなの。そうなんですよね。ジュースもフレッシュで美味しいし、果物なんてもう鮮やかすぎてびっくりしたよね。そうそう、うんうんうん、でまあ言ったらそれも調理してくれるしね、で俺驚いたのがその蜂蜜。そう、蜂蜜をこうなんて言うんだろう、日本だったらさ普通にスーパーで売ってるやつこうつけるぐらいだけど、もう向こう蜂の巣からこうやって本当に取るんだって。そうで、うわー、取る、ほんとごめんって、なんか蜂に悪い気がしちゃってごめんって言って、でも本当に美味しく食べるかなと思ってこう取って食べたら本当に美味しいの、これ。なんか今まで食べた中でさ、なんか全然違ったよね。全然違った。蜂蜜ってすごい美味しいんだって。そう、あんな美味しいなんて、ね、でまあ当然パンとかもあるし、なんかシリアルみたいなのもあるし、いろんな人がいるからね。そうだね、いろんな人が困んないようなぐらいのレパートリーはあったね、で、その浜辺のレストランから階段があって下に行けるの、そう、地下があるんですよね。地下があって、地下にはなんとお刺身があるんです。そう、ちょっと涼しい場所になっててね。そう、地下は直射日光が当たらないし、涼しいからそういう傷みやすいものとかが置いてあって、刺身とかね、日本で言うと日本食で刺身とか、あと溶けないようにチョコレートとかもあったり。チョコレートが並んでてね、これちゃんと食べ放題だから。刺身もチョコレートも食べ放題で、最高です。あとはチーズ、チーズも美味しかった、というわけで浜辺の食事はなんかすごいなんか気持ちよかったね。気持ちよかったね。あで夕飯はね、日によって違うけど会場レストランの方に行くのね、でこその夕飯はあのテーマがあるの。あ、例えば、今日はトルコ料理とか、今日はベトナム料理とか、あと地中海料理とか、本当にいろんな国の、そうそう、スペイン料理もあったっていうのが、あと 1,2 個あった気がするけど、ちょっと思い出せないんだけど、で意外だったのがパクチーね。パクチーはちょっと食べれなかった。なんか私パクチー食べれると思ってたんだけど、ちょっと苦手だった。食べてみたら初めてだったでしょ、あれちょっときついでしょ。きついね。でもなんかあれもね、食べれるようになると全然、なんだっけ、体が受け付けるようになるんだって。らしいね。そう、美味しいと思うんだったら嘘だと思う。あれは多分僕一生食べれません。で会場レストランもそういうテーマの食事が変わってあるじゃん、でなんだろう、目の前で調理してくれたり、そうだね、あと楽器を演奏してくれたり、そう、そのなんか楽器の演奏もさ、なんか雰囲気がすっごいんだよね。そうなんかロマンティックみたいな。で、その食べに来る人もみんな、なんか幸せそうじゃん。そうだね。そうで、なんかお互い、なんかお互いの幸せを邪魔しないみたいな、その感じがね、すごいなんかね、良かった。良かったね、居心地良かったね。で、実は、そのギーランカウン市という島には、はい、いろいろちょっとちっちゃく遊べるようなのが結構いくつかあって、その一つが
ヨガ。ヨガね、うんうん、これ朝一でヨガに行ったりしたんだけど、うん、まあでもそんなね大人数は来なかった、ね、大人数は来なかったけど、うん、6、7人で、うん、当たり前だけど全員日本人じゃないわけじゃん、うん、だからなんかすごい新鮮だったよね。新鮮だった。朝一で その他の国の人とヨガをやるっていう、うん、そう同じ場所でもヨガをやるっていう ね、 ね。でも結構きついヨガもあったな。なんか本格的で、うん、そうなんかあ痛い痛い痛いみたいな、自分体硬いんだみたいな。そうそう、目が硬かったね。そうそう、でも楽しかった。うん、だからヨガはね、俺なんかそう体を柔らかくするために、うん、何ヶ月かやったことがあって、うんうんうん、無経験じゃなかったからできたんだけど、うんうん、あのやっぱいろんな国の人がいるから、うん、軽く挨拶とかもするんじゃないですか、うんうん、ああいうのがなんかすごいね、外国旅行の楽しみの一つなんだよ俺。そうだね、うんうん、でまあその朝のヨガやった後に朝食を食べに行ってしたんだけど、うんうん、まあその島にはあとねプールがあるわけ、はい、その島のプールね、うん、ここも気持ちよくて、うん、こうあるじゃん、こうパラソルのついてる椅子みたいな、うん、ちょっとこう寝っ転がる感じのね。そうそう、あそこで寝たりすると、うん、こう他にもそういう人がいるわけ、うん、もうなんかねハリウッドスターみたいな雰囲気の人がいるの、なんかすごいよね。そう、何者だったんだろうね、あれね。そう、何者っていうオーラがもうすごかった。そう、うん、なんかおおって思ったんだって。で、まあ、そのプールのそばに卓球があるわけ、はい、でこれも当然やりましたよ。やりました、勝ちました。勝ったっけ、みほ勝ったじゃん。そう、でもそれもちょっと理由があって、こう屋外なのね卓球場が、うん、だからね明らかにあれはあのね有利な方向があるわけ。うーん、その風が吹くでしょ、うん、風が吹くでしょ、だからね片や、うん、打った方はすごい弾でカーンってくるわけ、うん、で俺が打ち返すじゃん、うん、戻ってくるのこうやって。あのね卓球はね屋外でやるスポーツじゃないんだよ。言い訳。そうそう、戻ってくるのもだって。あのポジションを変えてくれたら勝ったよ。だから本当本当だよ。であとテニスもできたの。うんうん、テニスね。そうそう、うんうん、でテニスは予約制だったんだけど、うん、あの、まあ、予約して、うん、で使おうかなと思ったら、うん、朝、うん、あの連絡が来て、うんうんうん、実はちょっとそのテニスやる時間に、うん、あのプロの方が使いたいと言ってるので、うん、ちょっとずらしていただいてもいいですかみたいな感じで言われたのね、うんうんうん、全然いいよね。いいね。そうそう、見たかったしね。そうそう、俺ただの遊びだから言ってもそんなプロの方が使うんだって使ってくださいみたいな感じで、うんうんうん、まあ、譲って、うん、でそれを知ってるわけじゃん俺たち、プロの人がその時間使うって、うん、あえて見に行ったよね。そう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 、そしたらまあ本気じゃないよ、軽い感じでやってるんだけど、うんうんうん、そのなんだプロの人が相手にできるようなインストラクターみたいな人もいたの、ね、うん、でその人と軽く打ち合ってて練習、うん、みたいな感じで、うん、あやっぱプロってすごいなみたいな、すごいなって思った、ね、雰囲気もね、うん、あったし、その彼女奥さん、あ、わかんないけどね、うん、もうなんかすごい、うん、モデルみたいだった、なんか、あ、美人だったね。そう、美人だった、うん、オーラがもうやっぱすごい。 そう、うん、そのコートのそばで見てるんで、ね、そうそう、こうやってお酒飲みながらね、優雅だろっていうね、うん、でもそのテニスコートがねまた良かった、うん、そうだね、こう高い緑に囲まれて、でこう大自然の中で、そうそうそう、あのテニスをやるってね、マジで楽しいわ。そうだね、よかった。あ、楽しかった、うん、当たり前だけどテニスに関してはボコボコにしてやりましたよ、うん、いやいや一応私テニス部だったんです、うん、全然勝ったから、みんな誤解するから本当に勝ったから俺余裕で。はい、はい、であと、うん、こう俺が覚えてるのがこうジムね、ジムね、そうジムがあるの、うん、普通に、うんうんうん、でこのジムも当然外人、まあいろんな国の人がいるわけね、うん、そんな大人数じゃないけど、うん、でその中で俺もやるわけじゃん、うん、なんかね日本代表みたいな気がする。負けてらんないみたいな、日本人舐められちゃダメだと思って見せつけた。うん、なんかねみんなもそういうなんかちょっと体を動かしたいみたいな感じでやってる人もいるし、うんうん、ちょっとガチめにやってる人がいるの、うんうん、あれも何者だったんだと思って、もう息切れして汗だらだらかくれば出てるの、あれ何者だったんだって思うんだけど、まあ、そういうのもできる、うんうん、っていうのと、うん、あとは、まあ、僕たちハネムーンで行ったっていうのもあるからだけど、うん、その夕方にこうちっちゃい小舟みたいなので、うん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 、こう夕焼けの海をクルーズするみたいなこともやって、でそうだね、あれも俺結構楽しかったんだよ、うん、なんか、うん、楽しかった。でもなんかちょっと、うんうん、夕焼けっ
なんかそういう、なんだろう、夕日、うん、だからかわかんないけど、うん、ちょっと暗くなってく時間じゃん、うん、だからかわかんないけど、ちょっと怖かった、うん、あ、怖かった、なんか風も強かったっけ、そうそう、奥まで行くから、うんうんうん、あのさ、海の色がちょっと濃いの。ああ、そうだね、だからなんかこう、うん、ちょっと怖かった、ね、落ちたらって感じ、そうそうそう、うん、でも綺麗でした。うん、まあでもそうこうしてるうちに、うん、あのね、何日も経って、はい、狩りが近づいてくるわけです、うん、だからもう最後までカヤックをやったの。うんうんうん、あのカヤックっていうのはこう2人乗りでも1人でもいいのかな、こう、こう、こぐやつ、こぐやつ、うん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 、こうパドルボートみたいなやつ、こぐやつ、あれやって、うん、俺あれがすごい楽しかった。楽しかったね。うん、多分、うん、1、2番来そうかも。あ、そう、あ、でも全部楽しかったけど決めれない、決めれない、決めなかった。そう、天気が良かったから、こうね、パドルボートをして、時間制限も特になかった、なかったね、好きなだけやってていいみたいな感じで、で、海も綺麗だから、うん、あ、じゃあ向こう行こう向こう行こうみたいな感じで、そのミホチンとカヤックをやったわけですよ。はい、あれもなんかね、良かったな、良かったね、うん、でこんな過ごし方を僕たちはギーランカンフ市で過ごしましたっていうのを今回お届けしたんですけれども、はい、気づいた方もいるかもしれませんが、うん、実はヨッピー TV は、はい、オープニングの部分と、はい、エンディングの部分、そしてトップガって言っていいのかな、トップガだね、あの丸い部分、うん、うんうんうん、あれは全部モルティブなんです。はい、そうなんです、そうなんですヨッピー TV はモルティブの緩、ね、やかな緩、うん、い感じをコンセプトっていうのかな、そうそう、うん、ヨッピー TV のコンセプトはモルティブなんです。はいだからね、そう、チャンネルに遊びに来てくれた方は、うん、そういうなんかヨッピー TV のそののんびりした感じを味わっていただけたらと思っています、うん、はい、はい、ぜひのんびり過ごしてください、はい、何今の笑顔